んこんにちは。あ、寝た。みなさんこんにちは。今日もセクシーに瀬戸セイラです。ゆるり、あー気持ちいいな。はい、というわけでですね、みーちゃんそこで寝ちゃうの？みーちゃんそこで寝ちゃうの？うん、すごい体勢苦しくないのかな。そこで寝ちゃうのか。メルメルはどんな体勢でも寝れるんだな。うん、うん。おー泣いたな。おー起きた、起きたな。見る、おー夜中。はい、というわけでこんにちは、瀬戸セイラです。あれからシミ取りレーザーを施してどうなったかという経過報告を久しぶりにしていきたいと思います。ちょっと先に見せますね。ちょっと今猫の毛がじゃん。こっちからこっちですね、右半分、顔の右半分だけ施してるんですけど、実はですね、ちょっと前回の動画でもご紹介した通り、少しだけシミが残っていたんですよね。施術後に合計400発ぐらい打っていたんですけれども、400ちょっと超えるぐらいですね、打っていたんですけれども、なぜかこうシミ取りをした後に、まあ目の上とかちょっとポツポツと多少残っていた。この理由はなんだというところで前回は終わったと思うんですが、あれから病院に行ってきて、これちょっと残ってる気がするんですけどということを聞いてきたところ、やっぱりですね、打ち残しでした。なので何発も打たないと取れないというようなシミはないようですね。でちょっとすいません、打ち漏れでしたということで、あのあともう1回50発超えぐらい、だから合計でなんだかんだでこっちの右半分だけで500発ぐらい打ちました。それでその後から追加で打ったものも、もうかさぶたになって剥がれて落ちてきて、下の肌がついに現れてきました。というわけで見てください。すっごい綺麗になった。ちょっとこれ今ね、これはシミか、これ違うか、ちょっと赤くない。すっごい綺麗になったよね。わかります？左側の肌と比べると明らかに、もうこっちはさ、ほらもうちょっと今ここね、蚊に刺されててちょっと赤くなってるんだけど、明らかにこうシミがポツポツポツと全体的にあるんですけれども、それに対してこっちはね、結構ちょっとこの辺、これもちょっと内漏れだろうな、結構綺麗になりましたね。ねえ、まずシミが取れたのはもちろんなんだけれども、すごく言いたいのが、毛穴が本当に引き締まった。すごいね、これちょっとなんかアップで見てわかるか、こっちさ結構毛穴見えるのわかります？それに対してちょっとアップで見せるんですけども、こっちちょっと毛穴がさ目立つのわかりますかね。ちょっとこれどうだろう、動画ちっちゃいからあれかもしれない。それに対してこっち右側さ、あんまり毛穴が目立たなくなりました。なんかね、本当にこうお医者さんから言われてたんだけれども、レーザー治療をするとシミが取れるだけじゃなくて毛穴も引き締まって美肌になりますよと。でその美肌を期待して毎年逆にレーザーを打つような方もいらっしゃるというお話を聞いていたので、これは確かにこんだけ毛穴引き締まってさ綺麗になるんだったら、まあやりたくなりますよねって感じだね。もうこんな感じになって、今顔半分だけ本当にワントーンどころかツートーンぐらい上がったんじゃない、上がったし、まあスキンケア商品とかも全部変えて、結構今こだわってるものを使ってるので、それはちょっと今後別の動画と、まあ、ブログとかでもご紹介していこうと思うんだけれども、とりあえずさ、これどうよ、私今右半分だけ本当にね嬉しい、左半分だけほんと汚い、右半分美人、自己申告。え、超綺麗。すっぴんさ、だってこんなにシミなくってさ、今29だよ。え、そんな私がシミが特別多いだけ。あ、ちなみにレーザーの内盛りに関してなんですけれども、私結構本当に細かいシミが全体的にポツポツとあるので、まあ、要はそばかすタイプという言い方をすると分かりやすいですかね。そばかすタイプの人は、まあなんて言うんだろうな、自動で打ってるんじゃなくて手動で打ってるから、どうしても
内漏れのようなことが起こってしまうことがあるというお話でした。他の病院さんはちょっとわからないので、もし他の病院さんに関わる半分ね測るんだったらちょっとそこは検証していこうかなと思うんですが、まあ、とりあえず、まあ、結構おじいちゃんがねやってる、ご年配の方がやっている病院だったので、まあ、そういうこともあったのかなと。いやもう嬉しい、私だってすっぴん今ちょっとなんか自信持てる、綺麗だもん。あのね、全国の男性諸君に本当に伝えたいんですけれども、なんかね、ななちゃん超可愛いよっていう風にさみんな言うじゃん。言うけど、あれ化粧してる時に言われるよりもやっぱりすっぴんを褒められるのが一番嬉しいわけよ。私はそうなのね。特に私コンプレックス強いので、あのコンプレックス強い人はね、逆に化粧してる姿とかメイクアップおめかししてる姿を褒められると、あ、実はすっぴんそうでもないんだよなっていう風に、あのコンプレックスがどんどん刺激されるっていうタイプの女性も結構多いわけですよ。私はどっちかというとそっち側に君臨する側なので、すっぴんに自信を持ちながら本当に行きたいなと思います。だから好きなタイプは私のすっぴんを好きになってくれるんですね。はい、というわけで、せっかくなのでやっとちょっとシミ取りレーザーのかさぶたが剥がれてきたところなので、まあ、シミ取りレーザーが剥がれたらもう完了ってわけじゃなくて、病院から出された薬とかも、薬というかもう塗るんですけれども、どういうスキンケアをシミ取りレーザー後はしているのかというのを今日はご紹介していきたいと思います。まずはですね、今お風呂入ってきたばっかりで、あ、まあ、ドスッピンです。え、ちょっとあのさすがに軽くだけ化粧水を塗ったんですけれど、再び化粧水を塗っていきたいと思います。普段使っている化粧水をご紹介したいと思います。化粧水とかに関しては実はそんなにいいものは使ってません。私の中ではやっぱり乾燥が一番美肌の大敵だと思っているので、乾燥をしなければいいと思っているので、そんなにこう高いものにこだわらなくてもいいかなと思っているので、どちらかというと私はね最近洗顔とかの方がこだわってますので、ちょっと 今度洗顔も紹介しますので、まずご紹介します。一番最初はこちらですね、スーパーゴールドっていうね、これねドンキーホーテとかで1000円で売ってるちょっと怪しいやつの、なぜか金箔が浮いてるっていう結構トロトロな液体で、これをなぜ使おうかと思ったというと、美容系 YouTuber の和田さんってご存知ですかね。和田さんがこれすごい良かったって紹介してたのを見て、たまたまその日のその動画を見た次の日ドンキホーテに行ったんだよね。それでちょっと見つけて、1000円だ、1本1000円だからもうすごい安いよね。あの私乾燥肌なのでちょっととろみがあるものがいいです。でこうポタポタと、でこのなんかさ金粉みたいなのが浮いてるんだけど、これちゃんと肌になじませるとあのなくなるんですよ。でまずは洗顔をしたら、このように化粧水をお肌にたっぷり染み込ませていきます。お肌の化粧水のつけ方は、まあ、手に広げてそれをこう手でしっかりと蓋をするような感じでなじませていきます。私ここにリンパ、私ここにっていうか人類はみんなそうか、ここにリンパがあるんですけど、ついでにリンパを押すと小顔効果もあるので、リンパを押しつつ、でちょっと水分が飛ぶくらいまでペタペタと。はい、化粧水が塗れました。こちらが病院で処方されている薬というか、あのハイドロキノンっていう美白クリームですね。逆にこうレーザー治療とかじゃなくて、シミを消そうというかシミを薄くしようっていう人はハイドロキノンというものをこう上から塗って消していきますよね。でもまあ完全になくす、薄くするまでは大丈夫だけど、完全になくすのは難しいってやっぱ使ってる人の声でめっちゃみんな言ってますけどね。これをまあレーザーをしたところに塗っていきます。口とか目に入ってしまうとすごく良くないので、あんまこう目とか口ギリギリのところには塗らないです。ただこれ美白クリームなので、まあ処方されてレーザーを打ったところには塗ってくださいってことだったんだけど、普通にやっぱ美白になりたいので、私は反対側のほっぺにも薄く塗っていきます。
次は美容液ですね。こちらナマラオンリーエッセンスモイストというナマラさん、毛穴の引き締め効果がすごく高いブランドさんですね。こちらのナマラさんの美容液を、まあ、ここにねちょっとだけ出して手に広げて、最後にこちら豆乳イソフラボンオールインワンジェル高保湿タイプ、まあ、ちょっと乳液のような、これもね先ほどねご紹介した美容系 YouTuber の和田さんがご紹介して、よくねご紹介してるんですよね和田さんが。めっちゃ猫の毛ついててかゆい、すごいんだよこれ、ほらほらちょっとエロい、これをたっぷり取って、手に広げて、こちらもこちらのジェルで蓋をしていきます。はい、これでお手入れ完了です。ほらすごい光に反射してる肌が、ちょっとペタッと肌が吸い付くぐらい、まあ、塗るのがベストです。すごい本当になんかすっぴん超綺麗じゃないって自分で言ってしまうの申し訳ないんですけど、でもなんかさ、やっぱさ素肌綺麗になるとすごいさ自分に自信が持てる29歳、なんかやっぱりこうそんなにね実際29になってみるまではなんか別になんかそんないいしみたいな、別になんかお肌とか誰でも劣化するもんじゃんみたいな、垂れるもんじゃん、シミとかできるもんじゃんって本当に思ってて、本当に何もしてこなかったんだね今まで。もう洗顔とかも超雑だったし、なんなら化粧とかそんなによく落ちていなかったのかもしれない、だからこそ今ちょっと毛穴で悩んだりするんですけど、それがいざやっぱりできてみると本当にびっくりするぐらい自分に自信が持てなくなるって知りました。というわけで、シミ取りレーザーをしてからその後の経過です。こんな綺麗になった、いやめっちゃね、これお金かけて一瞬で治るから、一発で治るから、ちょっとまあ休みが入りましたとか言う時にはみんなやるべきだと思います。いやもう本当におすすめしたいですね。ただ今かなり紫外線が強い夏のシーズンなので、夏が終わってちょっともうちょっと太陽の日差しが落ち着いた頃にやるのがいいんじゃないかなと思います。とりあえず経過報告でした。瀬戸せいろでした。バイバイ。